明けぼ町東町停留場は、高知県高知市明けぼ町一丁目にあるとさ伝、交通野線の路面電車停留場、高知市内機日料金区間の生誕である。明けぼ町東町停留場がある、野線の鏡川橋構内館は1907年に開通したが、当停留場が設けられたのはそれから時代が下った1956年のことである。 明け町東町停留場は、イノ線の平洋軌道区間にあり、道路上に乗り場が設けられる。ただし東停留場がある、イノ線のカモブ、朝倉駅前間は、軌道が敷かれている道幅が狭いため安全地帯となる、ホームを設けることができず、乗り場は、道路上を白線で区切って示されるのみである。乗り場は2面あり、東西方向に伸びる単線の軌道を挟んで、向かい合わせに配される。 軌道の南に、井の方面行き、北に、張馬や橋方面行きの乗り場がある。東底10付近は、道幅が特に狭く、軌道は、道路の北側に偏って敷かれた変則的な配置を取る。AB、土砂電鉄が走る町九尺98.156から158ページ、今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、 60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。上野広と、都佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB、都佐電鉄が走る町根着40から41ページ。ABC 川島慶像、四国、九州ライン前線、全駅。 全配線第2巻四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年、42.93ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、291ページ。 ISBN 978から4から794216151。路面電車は行く高知高知新聞社。1998年90ページ。ISBN 4から875032684。ありがとうございます。